こんにちは、懐かしいゲーム紹介人のコックンです。唐突ですが、皆さんはマリオというキャラクターをご存知でしょうか？まあ皆さん知ってるとは思うんですけど、任天堂そしてファミコンゲームを象徴するキャラクターでもあるマリオは、1981年に稼働を開始したアーケードゲームドンキーコングに初登場したキャラクターで、その後は土管から出てくる敵を倒していくアクションゲームマリオブラザーズが登場しました。ドンキーコングでマリオは大工という設定がされていましたが、このマリオブラザーズで正式にマリオの職業は配管工となります。そして1985年、任天堂が発売したゲーム機ファミリーコンピューター用ソフトとして発売されたスーパーマリオブラザーズは、社会現象ともいえる大ブームを引き起こし、家庭用ゲームの認知度を高めるのに最も貢献したソフトと言われているのです。その後マリオは 3D 化がされ、作品自体も進化に進化を重ね、スーパーマリオブラザーズ発売から37年、ドンキーコングでの初登場からなんと41年というとても長い歴史を経て、皆さんがご存知の通りマリオの今があります。その人気はとどまることを知らず、ファミ通を発行しているエンターブレイン企画のゲームキャラクターオブザイヤーでは殿堂入りをしており、投票の対象外となるほどです。そんな輝かしい功績を持つ大人気キャラクターマリオですが、もちろん黒歴史もちゃんと存在しています。その黒歴史となるのが、1993年に公開された映画スーパーマリオ魔界帝国の女神。今回の動画ではこのスーパーマリオ実写化についての解説や個人の感想を踏まえて語っていきたいと思います。スーパーマリオ魔界帝国の女神は、1985年に発売されたゲームスーパーマリオブラザーズをもとに50億円を投じて制作されたマリオのハリウッド実写映画。制作費50億円という数字は、同じ90年代に制作されたダイハード2の制作費100億円や、ターミネーター2の130億円、タイタニックの280億円と比べると少ない制作費となっていますが、それでも世界で人気を博したあのマリオの実写化がされるということで大きな話題となりました。キャッチコピーは、マリオがハリウッドを本気にさせちゃった。映画のマリオはやることがでかい。世界中で大人気なゲームの実写映画化ということで、当初は注目を集めた魔界帝国の女神ですが、結果的に興行収入は2100万ドル、日本では3億円。先ほど挙げた映画と比べると、残念ながら魔界帝国の女神は日米ともにヒットとはなりませんでした。さらに主人公マリオを演じたボブ・ホスキンスは監督を痛烈に批判し、私の生涯で一番最悪な作品だったと言わせるほどの酷評ぶり。このようにゲームファンだけではなく、主演俳優からも大バッシングを当時受けたスーパーマリオ魔界帝国の女神は、完全にマリオの黒歴史として扱われています。しかし時は流れて、最近では視聴者から高く評価されるという意外な傾向になっているそうです。簡単な概要はこの辺にして、ここからはマリオの実写映画が本当に黒歴史なのか、ストーリーやキャラクター設定、演出などの観点で語っていきたいと思います。まずはスーパーマリオ魔界帝国の女神のストーリーを見ていきましょう。6500万年前、巨大隕石の落下により地球は地上世界と地下世界の2つに分断されました。地上世界では人間が暮らし、地下世界では遠い昔に絶滅したと思われていた恐竜の生き残りが進化し、地底に独立世界を築いていたのです。そして時は流れて、舞台はアメリカ、ニューヨークのブルックリン。この地で配管工の仕事をしているマリオとルイージー兄弟は、下水路で化石発掘をしているデイジーという大学生と出会います。はい、一旦止めます。皆さんここまで大丈夫ですか？もうこの時点で元のゲームとだいぶかけ離れてしまっているので補足を入れます。巨大隕石の話は一旦置いといて、キノコ王国ではなくブルックリンで暮らす主人公マリオとルイージー。職業は二人とも配管工で、ここでは元の設定に忠実なんですが、思ったよりマリオが中年で、弟のルイージーが若く、兄弟というよりは親子に見えます。ですがこれには訳があって、実はこのマリオとルイージーは血のつながった兄弟ではなく、ルイージーがまだ小さい時に孤児院からマリオが引き取り、親代わりとして育ててきました。一応は兄弟ということにはなっていますが、年が離れているのはそういうことです。その他に映画を見ていてかなり衝撃だったのが、今作でマリオのフルネームが明らかとなる点です。マリオのフルネームはマリオマリオ、ルイージのフルネームはルイージマリオ。なんとマリオが名字であったことが判明します。
これは制作者がマリオブラザーズという認識でキャラ付けをしてしまい、マリオマリオと名付けたそうで、これに対してマリオの生みの親である任天堂の宮本茂氏は2015年のイベントスーパーマリオ30歳で、本当のマリオの名前はマリオマリオなんですと発言。しかしこれには後日任天堂広報担当から、映画ではマリオマリオという名前だったそうですが、宮本に再確認したところやはりマリオが正式名称でマリオマリオではありませんと訂正しています。そして本作のヒロインは化石発掘をしている大学生のデイジー。スーパーマリオのヒロインといえば真っ先にピーチ姫が思い浮かぶと思いますが、なんとピーチ姫出てきません。今作は永遠の2番手と言われたルイージもどこか主人公感があり、年が近そうなルイージと惹かれ合っていくのです。ピーチが出てこないということでマリオは独り身なのかというと、そうではなく、ダニエラという恋人がいます。この名前を聞いてあまりピンときていない方もいるとは思いますが、彼女のフルネームはダニエラ・ポリーン・ベルダッチ。ポリーンは1981年に稼働していたドンキーコングでドンキーにさらわれていた人物で、マリオシリーズにおいては元祖ヒロイン。2017年に発売されたスーパーマリオオデッセイでは主題歌ジャンプアップスーパースターもポリーンが歌っていました。マリオの協力もあり、徐々に惹かれ合っていくルイージとデイジーですが、そこで地下世界を支配する独裁者クッパの魔の手が迫ります。地下世界の独裁者クッパ、ゲームではカメでしたが映画ではティラノサウルスから進化した恐竜族という設定です。自身が開発した生物の進化や退化をさせる設備を所有しており、逆らう者は強制的に軍馬へと退化させられ、紙幣として扱うという残忍な性格です。ちなみに軍馬と呼ばれているこの紙幣はクリボーのことです。面影全くないですよね。その他にも面影ないシリーズとしては、途中でギターを弾きながら二人に絡んでくる陽気な男性、これはゲームではピーチに仕えていたキノピオ、クッパの手下であるイギーとスパイク、マリオカートではおなじみプクプク、さらにゲームではマリオの心強い味方であるヨッシーも CG で登場。映画ではヨッシーはクッパのペットとなっています。そんな残忍な男クッパの目的は、地下世界と地上世界を融合させ、地上世界の人間を軍馬のように退化させることで両世界を支配することです。二つの世界を融合させるには、実は地下世界のプリンセスであったデイジーが持つペンダントが必要になるため、デイジーはクッパの手下にさらわれてしまうのです。マリオ、ルイージーの二人はデイジー救出のためクッパたちが待ち構える危険な地下世界へと足を踏み入れていくというのがあらすじです。ここまで聞いてかなり原作とかけ離れたストーリーとなっているのはご理解いただけたと思います。これにより魔界帝国の女神は当時酷評されるのですが、ここからは個人の感想です。正直かなり楽しめました。というのも確かにストーリーは原作とかけ離れているんですけど、それを補えるぐらいには非常にテンポが良く、次から次へとマリオたちに困難が訪れるので、見ていて退屈になる時間がほとんどないですね。よくゲームや漫画が実写化された時に原作と切り離して見るべきという感想を見かけます。この魔界帝国の女神も原作と切り離して見るべき映画なのかもしれませんが、どうしてもゲームキャラクターと実写を比較してしまったり、ところどころで意外な原作再現があったりなど見応えがあります。マリオとルイージはもともと配管工という設定ですが、今作はゲーム以上にマリオとルイージが配管工をしているのもかなりポイントが高いです。すごい配管工として頑張っています。そんなマリオの苦い記憶として残されている魔界帝国の女神。現在魔界帝国の女神は DVD 版からブルーレイ版、そして制作25周年を記念して、なんと HD リマスター版も発売されています。今回の動画で興味を持った方はぜひ見てみてください。すでに見たという方は率直な感想をコメント欄に言ってください。個人的にすごく気になります。そんなマリオの映画なんですが、魔界帝国の女神以来となる新作映画が2023年4月に公開を予定しています。今回の映画は実写ではなくアニメーション映画となるそうで、登場キャラクターはマリオやルイージ、ピーチにクッパからドンキーコングやクランキーコングも登場するそうです。実写映画の件もあるので、どのような評価となるのかとても気になるところですが、新作映画の公開をとても楽しみにしています。今回の紹介はここまで。ぜひ高評価、チャンネル登録、概要欄から Twitter フォローしていただけますと、動画制作の励みになります。よろしくお願いします。それでは動画を締めたいと思います。ここまではコックンでした。ご視聴ありがとうございました。